西田昌司君おはようごござざいいまますす自民党の西田昌でございます、えー、今日はあの所得税法の改正の、えー、法律案があるんですけれども、まずその所得税以前に、ですね、えー、財政がこのままでは破綻するということを、えー、現職の事務次官がですね、まあ、昨年、えー、衆議院選挙のさなかに、えー、月刊誌に発表されまして、物議を醸したんですけれども、 あの論文読んでましてね、私はあの残念ながら、この方は全く財政のことを分かっておられないなと思いました、でなぜかというと、ですねつまり国債発行というのは一体何を意味するのかという根本的なところがですね、えー、理解がされてないように思いますので、まず今日はそのところをです、ね、皆さん方と一緒にちょっと議論をさせていただきたいと思っています。まずですね、えー、一番大事なポイントはあの信用創造ということなんです。 でこれは銀行がお金を貸し出すことによってです、ねえー、銀行預金が生まれてくると今、いわば無から有が生まれてくる、まあ、そういう仕組みで、現代の社会の中で,です、ね、当たり前に行われているこれあの、事実であります、理論じゃなくて事実でありますが、まずこの,あの信用騒動についてです、ね、日銀さんから説明をしていただきたいと思います日本銀行、清水企画局長。 はい、お答え申し上げます現実の銀行実務に即して申し上げますと、民間銀行は家計や企業に資金需要があり、かつ貸出金利が借り手の返済能力や審査費用などに見合った水準にあると判断すれば、貸し出しを実行いたします。その際、借り手の預金口座には同額の預金が発生し、ここに信用創造が行われることになるというふうに理解してございます。 え西田昌司君、はい、あの皆さん方に資料を配らせていただいてますが、まずあの一番最初に書いてある銀行による貸し付けってありますね、でこれが今あの、日銀の局長が説明していただいたことです。銀行側は貸し付け金というです、ね、資産が生まれるわけですね。そして、えー、反対側に負債としてですね、預金というのが生まれると。で、同じことが今度はですねあの民間の,その借りた方の人はどうなるかというと、預金という、えー、この資産が生まれる。 そして借入金という負債が生まれる、これはあのこういう仕分けで発生するわけですね。で、ここにお金のやり取りというのは一切ないんですよ。ただ単に、記帳している、それだけで生まれる。えー、お金のやり取りじゃなくて、記帳して、要するにスペンディング、えー、これはあのコンピューターのキー操作で、キーストロークで生まれるとかですね。 えー、万年糸で書いて生まれるとか、そういう言い方しますけれども、要するに実物のお金、知恵が動いたり、金が動いたりするんじゃなくて、こういう情報がお互いに成り取りされることに生まれる、こういうことでいいですね清水企画局長、はい。お答え申し上げます。先ほどご説明いたたししました通り 貸し出しの際には、借り手の預金口座には、同額の預金が発生し、ここに信用創造が行われるというところについては、先生、ご説明のとおりでございます西田昌司君。まあここが大事なポイントで、ちょっと皆さん方と一緒に確認させていただきたいんですね。でそういうい要,要するに、銀行は皆さん方がお金を預けた、預けたお金を貸しているというふうに一般的に思われているんですが、現実はそうじゃないということなんです。 預けたお金で貸してるんじゃなくて、何もないところからお金を貸したら、その貸した人の銀行預金が増える、これが事実だということを今、日銀が言ってくれたわけですね。で、それで、実はこの同じことがですね、新規国債発行により財政出動するとで、そうするとですね、政府の負債は増えるが、同額の民間預金がですね、預金が民間部門で増えることになるということなんですが、これも事実だと思いますが、 日銀の方から説明してくださいはい、清水企画局長はい、お答え申し上げますこちらもあの銀行実務に即して申し上げますと銀行は国債の金利や償還までの期間といった条件が自らの投資目線に見合うものと判断すれば国債を購入いたしますその後政府が国債発行により調達した資金を実際に使いますとその資金は家計や企業の預金口座に流入し預金がそれだけ増加いたします このように銀行の国債購入分だけ民間の預金が増えているという意味で、貸し出しの場合と同様、信用騒動が行われているということになります西田昌二君。今、明確に言ってくれましたね、信用騒動と同じことが行われていると、でこれをですねもう少し詳しく説明すると、これ、資料ありますが、国債発行による財政支出が事実上の信用騒動であると書いてますが。 これはですね、今、日銀が言ったように、まず国債を政府が発行します。そ,れそうすると、えー、日銀当座料金、まあ、政府預金なんですけれども、日銀にある政府預金がその分増えます。そして政府側は国債という負債を発生させることになります。で、銀行がですね、これ、あの新規、えー、発行した場合、引き受けますから、銀行側ではですね国債を買うと。 でそして代金として、日銀東大金、まあ、準備預金というものですけれども、それを支払うと、こういう仕分けになるわけですね。でそして2番目の財政出動。でここはですね政府側は財政支出を何かしますと。で、そのことによって政府預金が出るわけですね。日銀東大金、政府預金がその分出て,出ていくと。そして民間側はですね、例えば、えー、財政出動した、 そ,れをその工事を例えば民間事業所が公共事業で受けたとしましょう、でその場合はです、ね、民間の方で自分の銀行預金が増えて、えー、売上というものが立つと、こういうことなんですね。でそして、えー、この銀行銀行民間銀行はどうなのかというと民、民間銀行にこの預金が増えますからね、預金が、えー、増えた分だけ、銀行側は日銀東西金、準備預金が増えると。 まあこういうい仕分けけになるわけですでちょっとこれ、複雑ですけれども、これを各部門ごとにまとめたのが次のページなんですよ。で、次のページのを見ていただきますとね、政府側はどうなるかというと、政府側をまとめると、日銀当座預金対国債、それから財政支出対日銀当座預金という仕分けになり、民間側は先ほど言ったように、預金が増え、売り上げが増えると、こういう仕分けになり、 そして、えー、銀行側どうなるかというと、国債を購入し、日銀投大金が出ると、でそして、えー、銀行民間の企業がお金を預けたことによって、日銀投大金が増え、銀行預金がこういう、えー、貸し方に出ると、債として出ると、こういう形になるんです。でこれをですね、えー、まとめると、えー、この要するに相殺するものがありますね、日銀投大金所がそれぞれ。 でこの総裁をしていると、政府部門で行うのは、えー、財政支出そして国債というこの取引が残るだけであります。それから民間の方では、えー、預金と売り上げという取引が残ると、そして銀行の方では、えー、国債を購入して、えー、銀行預金が増えたと、まあ、こういう仕分けになるわけですね。で、これを見てい,いただきますと分かりますように、要するにこれもですね、全く、 あの銀行の、えー、貸し付け、銀行から借り入れと同じように、ですね政府の負債が増えた分、結局、民間側に預金が増えていると、こういうことになるわけです。えー、つまり、財政出動も元手の資金なしにですねこの預金が発生すると、いわゆる信用騒動と全く同じことになっているということであります。えー、そしてですね 問題は、ですねこのじゃあ、この国債を買うときに、日銀東西金というので、民間銀行、買ってますね。だからこの日銀東西金というのは、一体何なのかということなんですけれども、えー、まず、えー、日銀に聞きますのはね、新規国債発行を引き受ける銀行の財源、これは日銀東西金、まあ、準備預金とも言いますが、いわゆる、えー 預金者から預けられた預金の預金ではないですねそのことをお聞かせください清水企画局長はい、お答え申し上げます銀行が国債を購入する際には貸し出しの場合とは異なり即座に預金が発生するわけではないため一旦何らかの手段で購入資金を用意する必要がございます えすなわち日銀当座預金などの手元資金を潤沢に保有している場合には、銀行はそれを使って国債を購入するというふうに考え,考えられます。一方、手元資金が不足する場合には、短期金融市場等から必要な資金を調達することになります。その後、政府が国債発行により調達した資金を実際に使えば、その資金は家計や企業の預金口座に流入するため、 日銀当座金を復元させたり、市場から調達した資金を返済したりすることが可能になります。その結果、全体のプロセスを通しますと、銀行の国債購入と財政支出による預金増加が見合うことになります西田昌二君。はい、今、お話になりましたように、要するに、財政出動をすることによって、民間側に預金が出ると、そしてその、えー、購入国債を購入するための資金はですね、 日銀当座預金だと、預金者から預けられているお金でやってるんじゃないということを言ったわけですね、じゃあ、そのそもそもですね、その日銀の当座預金、準備預金ということが、えー、国債引き受けの、えー、財源であるということなんですが、それでよろしいですね、はい、清水企画局長。お答え申し上げます。 銀行が日銀当座預金などから手元資金金を日銀東西預金などの手元資金を潤沢に保有している場合、通常は日銀当座預金を使って国債を購入すると考えられます。その意味では、日銀当座預金が国債購入の財源という言い方も可能かと思います。一方、銀行の手元資金が不足する場合には、通常、短期金融市場等で資金調達を行い、その資金を使って国債を購入いたします。 このケースにおける国債購入の財源は、市場経由での借入金になるかというふうに理解できると思います、はい、西田昌司君、まあ。一般論で言ってるんですけれどもね、で現実論で聞きますと、今、日銀当西金は、えー、この銀行側にですね、もう過剰なほど供給されてるんですが、えー、そうじゃないですか、短期金融市場から調達する必要がありますか、はい、清水企画局長。 お答え申し上げます日本銀行は現在2、2%の物価安定の目標の実現という金融政策運営上の目的から、イールドカーブコントロールの枠組みの下で、10年もの国債金利が0%程度で推移するよう、必要な金額の国債の買い入れを行っております。日本銀行がこうしした国債買いでオペレーションを通じまして 銀行から国債を買入れた場合、その分だけ日銀当座預金を供給していることになります。かつ、先生、ご説明ございました通り、現在は潤沢な当座預金が供給されているという状況でございます、はい、西田昌司君。今言いましたように、まあ、潤沢な当座預金が、えー、供給されていると、潤沢にね。そそそれでまああのそもそも日銀が、えー 国債を買って準備預金を供給していること、買いオペというんですけれどもね、えー、その買いオペについて、えー、今説明していただいたように、要するに金利調整ですね、日銀が政策目的としているです、ねえー、長短金利を今0、0%付近にやるために、えー、決済のための,あの口座である日銀当税金準備預金口座に潤沢な資金提供をして、えー、日銀のそういう政策目的を、えー、実行していると、こういうことですね。 清水企画局長お答え申し上げます先ほどご説明したとおり、日本銀行は現在2、2%の物価安定の目標の実現のため、イールドカーブコントロールという枠組みの下で、短期金利だけではなく、長期金利も定位で安定的に推移するよう、必要な金額の国債を行っております。 そうしたもとで2、2%の物価目標が持続的、安定的に達成された際には、現在の大規模な金融緩和を継続する必要はなくなり、長期金利には上昇圧力がかかりうるということになります。もっとも現状は、物価安定の目標の実現にはなお時間がかかるというふうに見込まれてございますので、引き続き現在の大規模な金融緩和を継続することが適当であるというふうに判断してございます、はい、西田昌二君。 ありがとうございますそれであの、この資料の3ページ目めくってください、すみません。で、3番目に日銀の買いオペというものを、これまた仕分けで説明しておりますが、日本銀行の方でいうと、国債を買い取ると、えー、ですから資産としての国債が増える、そして、えー、日銀東西金を供給するという、こういう仕分けになるわけですね。でそして銀行側は、えー、その国債を売,り、ま、売った分ですね、日銀東西金が増えると。 資産としての日銀東西金が増え、まあ、こ,ういうこれが海洋ペで、要するに日銀が政策、えー、この要するにき金利目標をです、ねえー、実行するために、必ずこういう海洋ペ、特に今はです、ね、大胆な異次元な金融緩和で、どんどん国債を買い取ってますから、銀行にはです、ね、常に十分な東西金があるという、この事実をぜひ皆さん方でもご理解いただきたいんです。 ということで、今までの話をまとめますとね、要するに信用騒動、民間の銀行がお金を貸すというのは、無から融を作る、貸し付けをしたら、その分のお金がですね銀行の東西あ銀行の預金勘定が増えるとで、これが事実なんです。で同じく、国債を発行すれば、ですね政府の負債、国債は増えるけれども、その分だけ、財政出動した分だけ民間の 企業家計の預金,預金残高が増えると、ここまでが今、私が申し上げてきたことです。そしてさらに、その国債を買い取る資金というのは、日銀当座預金なんですけれどもね、銀行が。その当座預金というのは、日銀自体が供給していると、こういうことなんですよ。ですから、まさに無から有を作る仕組みが、政府と日銀、財政指導この取引の中でも行われているということです。 ここを理解した上でで、すね、先ほど冒頭言いましたように、財務省の事務次官が、ですね、このままでは政府が財政破綻すると、でこの主張をしているわけなんですけれども、私は財政破綻というのは、ですね、一体何を意味しているのか、よくわからないんですけれどもね、まあ、一般的にはですね、財政破綻というと、いわゆる支払い負のデフォルトですね、デフォトルトになると。 でそれから金利が暴騰してしまって、とんでもないことになっちゃうとか、ですね物価が上がって、ですね大変なハイパーインフレになると,と言われてるんですけれども、まあ、何をこの,あの財務次官が言ってるのか、具体的なことは書いてないんですけれども、とにかくこのままでは財政破綻が起こると言ってるんですけれども、財政破綻は起きるんですか、これ、事務方からちょっと説明してください財務省主計局、阿久沢次長。 お答えいたします、えー、日本の財政につきましては、えー、少子高齢化等を背景として、えー、社会保障関係費が大きく増加する中、えー、諸外国と比べて債務残高 GDP 比が高いなど、えー、厳しい状況にあるということでございます。そう,いったそうした中で 社会保障制度を持続可能なものとするため、受益と負担のアンバランスという構造的な課題に取り組むなど、歳出・歳入両面の改革を進めてきたところでございます。その上で申し上げれば、年々厳しさを増す財政状況に鑑みますれば、仮に市場等の信任を失うといった事態が発生すれば、金利の上昇などを通じまして、市場からの資金調達が困難となる可能性も否定できないと。 考えておりますこのため、政府といたしましては、市場の信任を失うような事態が生じないよう、引き続き財政健全化に取り組んでいくということが重要であると、このように考えております西田昌司君。今の意味、分かりましたか、まあ、財務省の方はそういうんですね、で普通の人は全く分からないんですね、つまり、市場の信任と言いましたけれどもね、市場の信任というのは一体どういう意味なの 市場の信任の具体的な意味を教えてください。奥澤次長、失礼いたします。えー ある程度その、えー、まさにです、ね、国債等がちゃんと市場に消,消化されるということにつきましては、その国債、えー、に対するです、ね、一定の信任というものがなければです、ね、消化がなされないということでございます。したがいまして、市場の信任というものが失われますと、市場からの資金調達が困難となるなどの状況が発生すると、このように考えております。 西田昌司君でそこが全くおかしいこと言ったわけですね、要するに新規国債が消化されますかと、買ってもらえない、市場で買ってもらえなかったら、ね、その市場、あの要するに国,内国債が暴落するとか、金利が上がると、こういう話なんですが、今、その前に説明しましたね、日銀が。新規発行するのは、ね、買うのは誰かといえば銀行が買うんですよ、ね、銀行が。で、銀行が買うんですが、買うための資金は、 どこから調達してるかというと、日銀が供給してるんですよ。これ、事実なんですよ。で、今、阿久澤さんがおっしゃった、ね、説明というのはね、こういうことなんですよ。要するに、市場にお金、まあ、預金残高ありますね。で、あるんだけれども、そのお金から、ね、国債があの買い支えてもらってると思ってるんですよ。民間預金の残高が今あるからいいけれども、民間預金残高がですよ。 ね、どこれからどんどん高齢化で、えー、減ってくるかもしれないと、そうなってきたときに、それを買い支えられないじゃないかと、でだからそ,のそれが困ると、こういうことでしょ、阿久沢さん、あなたたが言いたいの阿久沢次長。お答え申し上げます。 先ほど来のお話の中で、国債に発行による財政支出をすればです、ね、結果として民間預金が増加をするというお話でございました。ただしです、ね、個々の銀行などが国債を購入する場合、それは採算性だとか、また金利変動リスクを考慮する必要がございまして。 実際にどれだけの国債をその銀行は購入するか、これにつきましては、金利の水準などの条件によるものと、このように承知をしています。したがって、国債発行がある意味、無条件に、無制限に行えるということではないと、このように考えております西田昌司君あの。まずね、まず一問一答でいきましょう。だから私が言ってるのは、ねあの、国債発行したら新規預金が増えると、これは事実で、これ、彼らも認めた、今ね。 で国債を買ってるのは、日銀当座金の話であってですね、でそれは、えー、日銀が金融政策を実行するために、あらかじめ銀行に供給しているお金、それで買ってるんですよ。ね、でそれで、えー、銀行側が新規国債を発行すればですよ、必ず買うんですよ。なんで買うか、なんで買うかといえば、基本的にですよ、準備預金、当座金というのは、これ、金利ついてません。 金利ないんですよ決済用のお金ですから、準備預金というのはね、決済用のお金ですから、金利がないんですよ、ぶた積みしても意味がない、意味がないから、そういう有利子の国債が発行されたら、必ずそれを買うんです、そちらは得ですからね、そういう仕組みなんですよ、これは。でところが、今は、基本的なこと、今申しましたけど、今は日銀の金融政策、異次元の金融緩和やっちゃいましたからね、でこの銀行の方も、 えー、この国債を取り上げられないっばっかりだったら、ですねこれはたまりませんから、当座金にも不利、利息が0.1%でしたかね、ついたりしてますで、それからある一定上の、えー、この金利、あの当座寄金残高になると、今度はマイナス金利になったりね、いろいろな、えー、この金融政策上の,です、ね、この利息のつけ方、マイナスつけ方してますけれども、原則として、ね、原則として、日銀に聞きますよ。 原則として、日銀当税金というのは決済用の、銀行間取引の決済用のこのお金ですから、金利はつかないし、新規国債発行をすれば必ず買う、だから日銀の金融政策がね有効になるんだから、もしあの民間銀行が国債買わないとかいう話になっちゃったら、日銀の金融政策は全くできなくなっちゃうんで、そここのところしっかり答えてくださいよ日本銀行、清水企画局長。 お答え申し上げます。日本銀行の当座預金は、あの先生ご指摘のとおり、決済等に使われるものというふうにな存在でございます。現状は大規模な金融緩和の下で、当座預金残高が非常に膨らんでございますけれども、それにつきましては、日本銀行のマイナス金利政策の下で、マイナス0.1%、0%、それからプラス0.1%、その3層にわたって金利を付与していいいるととうことでございます西田庄司君。 まあ私の言ったことが正しいということを言ってるわけですね、そのまま同じことを言ってるわけで,で、つまり、つまりですね、財務次官が言っていた金融、ね、財政破綻というのは一体何なのかと、新規国債が、ね、消化されないんじゃないかというようなことを言ってるんだけれども、そんなことは絶対にないということを言ってるわけですよ、日銀は。ありえないんですよ、ね。そして、そもそもですよ、デフォルト。 国債が償還日来たらです、ね、でそれ、その償還ができなくなる、このことをデフォルトと言いますけれども、そもそもそれはですね、ないというのが財務省の公式見解で、えー、財,あの財務省のホームページにもそう書いています。国債のデフォルトは起きないということでいいんでしょ阿久、えー、沢次長。お答えいたします。えー 先生ご指摘の話につきましては、2002年の意見書ということで、えー、格下げを行った、えー、外国格付け会社にです、ね、その判断の客観的説明を求めたものでございますが。 それはこの中で財政構造改革をはじめとする、各藩の構造改革を真摯に遂行していること、また日本経済の強固なファンダメンタルズを考えますと、さらなる格下げは根拠を欠くこととしておりまして、こうした財政健全化の取り組みや、当時のマクロ経済環境の中で、自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないとしているものでございます。 すなわち、この意見書は、財政運営に対する信任が損なわれるような事態が生じれば、金利の上昇などを通じて、国債の償還など、さまざまな影響が生じる可能性まで否定しているものではないと、このように認識しております。このため、政府といたしましては、市場の信任を失うような事態が生じないよう、引き続き財政健全化の取り組みを進めていくことが重要であると、このように考えております西田昌司君。 頭が堅い人というのはね、こうなんですね、自立を自立として認めないと、ね要するに、新規国債発行は、日銀が、ね、供給している東大金残高がある限り必ず買うんですよ、ね、そう言ってるわけで、市場の信任とか言うけどね、そもそもあなた方が言ってる論拠になってるのはね、通貨、この国債を国債を、えー、この消化する、新規国債を消化する財源がですよ、ね 預金残高でやると、そういうふうに思ってるわけですよ、ね。で、これが実は根本的な間違いなんですよ。ね、そうじゃなくて、それは信用創造そのものですから、国債を発行すれば民間預金が増えるだけの話で、民間預金から調達するんじゃない、で、彼らが言っている話はね、民間預金から調達するから、だから国債をたくさん発行してですね、民間預金を吸い上げちゃうと、今度、 金利が上が上ってくるんじゃないのかとつまり、自由に使えるお金がですよ先に国の方で吸い上げられちゃったら、今度はその市場から、今度民間がですね借りようと思ったら、お金がここのプールからなくなっちゃってるから、金利が上がる、これはクラウディングアウトといって、財政出動をまあこの少なくしようとかね、財政拡大すると経済が丸くなるという理論に使われる理論なんです、これは。ところが、これは理論であって、現実はそうじゃない。 現実は、お金を政府が出せばですよ、ね、国債を出せば、お金が市場の方で増えるんですから、全く間違ってるんですよ、これをずっと延々ですね、何十年やってきてるわけですよ。そして、もう一つ大事なことは、ですね今言いましたように、民間企業がお金を借りれば、預金が増えると言いましたね。同じじく政政府ががが国債を発行して政して財指導ればおお金金増えると言いましたじゃあお金が 減るというのはどういうことかというと、これ逆の処理なんですね、つまり民間がお金を返すということですよ、借、ね、入れ金をしない、民間がお金をどんどん返済していったときに、預金量は減っていくんですで、それが日本で起きてるんですよで。ご存知のように、いわゆるバブルが崩壊しましたね、で平成9年か10年ぐらいに不良債権処理というのをやりました、1年で200兆円ぐらいのこの債務を返済させたんですよ。 一挙に200兆円のお金が消えたんです市場からただ、どうなりますか、経済悪くなるの決まってますね、でそこからずっと日本は、経済が成長しない状況になってます。で、経済が成長しないから、当然のことながら、そこでいわゆる、えー、税収も減りますからね、政府の方は赤字国債を出して、ですね、えー、このし,しのいでいかなきゃ仕方なかったでそれがどどどどんどんんどん積もってですね割の国が 空いてる大変だ、大変だとこう言ってるんですが、問題はね、ね問題は世の中全体で、要するに負債が増えてるかということなんです、で民間のこの負債残高というのは、このコロナ禍で、えー、最近ちょっと増えました、しかしそれまでは20年間、ずっと低い水準のままなんですよ、つまり信用騒動してない、でもっと言えば民間企業は家計も、民間企業部門も含めて、預金超過なんですよ。 お金借りてないてとないうことは、資金が供給されてないということなんですよ。ね。そういう状態が20年が続いてるんですよ。そして政府の方もプライマリーバランスをですね、黒字化しようと、まだ言っている。プライマリーバランスの黒字化というと、はっきり言って信用騒動しないというとと同じことですよね。国債発行、新規の発行額が減るわけですからね。で、そうなっちゃうと、民間が預金超過してるときに、ね。 政府部門も,もうお金を出さないとなったら、経済どうなりますか、あっという間にどん底に落ちるんですよ。で、こういうことを、実は残念ながら、アベノミクスでせっかく経済良くなってきてもですね、何だったかというと、プライマリーバランス論が出てきて、これ、財政を締め付けますから、民間がお金をどんどん借り出したらいいですよ、使い出したらいいですよ、そうなってないかんか環境でそういうことをやると、経済一挙に落ちるんですよ。で、これが現実なんです。 なんでこうなったかというと、財務省の,、ねまああの、要するに矢野さんだけじゃなくてね、事務次官だけじゃなくて、財務省全体が自分たちは、ね、税収の範囲内で、ね、予算を組むのが正しいんだと思い込んでるからなんですでこの思い込みというのは全く間違いでしてね、いわゆる昭和の時代、これ、あの戦後、昭和の時代はまず高度経済成長がありましたね。 でこの時代というのは、民間がどん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 お金を借りて投資してるんですよ。だから政府部門がそんなお金を出さなくてもですね、要するにプライマリーバランスが、まあ、あのプラスマイナスゼロでやっていけば、つまり税収の範囲でお金をですね供給していけば、民間側がどんどん供給していっているから、経済良かったわけです。ところが、平成になってバブルが崩壊し、不良債券処理をしてからですよ、民間は預金超過。 仮入金をしていないわけですよでその時に、昭和の時代と同じ財政ルールでやっていると、つまりプライマリーバランスを黒字化させなきゃならないという話をやると、経済落ち込むのは当たり前なんですよ。そしてまさに財務省が言った話というのはね、国家の財政は赤字になったら困りますと、民間は勝手にやってくださいと、こういう話で、そうじゃなくて、国家と民間とトータルで見て、 お金がちゃんととですね投資されれてて使われているのかとつまり、成長路線になっているのかということを見なきゃいけないということなんですね。で、これがあの間違ったことになってきたのは、まさに信用騒動というのが分かっていなかったと。預金,金残高の中から、民間の預金残高から自分たちの国債は使われていると。 国債の消化ができなくなって、市場の価格に影響するとかいうね、全く間違った論法をいまだに言ってるんですよ。で、阿久さんもあなたも財政検討本部でね、まあ、あの毎週来てくれて、今日も来てくれてるんですけれども、あ,のあなた方が推薦したね、あのこの口実人というかね、参考人の方で、一人だけまともなことを言ってる人がいた、でそれは日銀の理事だった早川さんなんですよ。 この方は今言っている信用騒動、国債を出せば民間預金がで増えるんだと、ねで、そのことをはっきり言いましたけど、他の方は皆、分かってないんですよ、財務省と同じように、民間預金の中からこの国債を消化させてもらってるんだというね、間違った論法をしている、これではとんでもないことがありますよ、それでもうちょっと時間なくなってきたんで、それぞれ政務三役、最後にまとめて大臣に聞きますが、政務官、副大臣、 から今、私の話を聞いて、ね、財政破綻、それでもすると思いますか、一言ずつ答えてください、大さが最後に大臣来ます。大臣が先行っちゃうとね、ほか、うん、みんな右にならになっちゃうから、うん、<laughs> だから政務官と副大臣、ね、そして最後大臣。はい、お願いしますじゃあ はい、小村財務務大臣専務官あ小村雅宏ですあの西田先生、ありがとうございました、いろいろ勉強になりました。<laughs> えー、一方で,です、ね、どうしても古い考えと先生がおっしゃいますけれども、ある程度財政規律をしっかりと保っていくことが、国にとっても大切だと、えー、まだです、ね、私自身、思っておりますで。まだまだ勉強が足りない部分はです、ね、今後ぜひ先生からご指導いただければと思いますありがとうございます。 大大財務副臣西田先生とも長い付き合いになって、さまざまな場面でえこの話、ご教示いただいてきたところでありますが、やはり日本の財政は厳しいと認識をしております、ですから、ああしっかりとした信任を損なわないということが大事だと考えております鈴木財務大臣。あの今からえ6年、もしかしたら7年ぐらい前かもしれませんが。 西田先生から本を頂戴をいたしましてその本を読んだ時の私の率直な印象はなんかすごく新鮮な衝撃を受けたようなことを今覚えておりますで今回の野王時間の寄稿でありますがあの寄稿なされた直後からいろいろなあの反響がハレーションがありまして記者会見などでもうこの 質問を受けたところでございますけれども、あの矢野次官からも事前に説明を受けて読ませていただきました。まあ、読んでみてですね、まあ、表現なんかにおいて、例えば政治に対する表現なんかは、こんな表現するのかなというような、そういうところはございましたけれども、しかしあの、紀行の内容につきましては、まあ、今までの政府の方針にですね、 基本の部分において、反するようなものではないと、まあ、そういうふうに受け止めているところでございます。またあの、矢野さんからも、ですね矢野個人の意見を述べたものであるということを、その際に聞いたこと、そのことを申し添えたいと思います西田昌司君。まあ、あのこの今日お話を聞いていただいて、公、えー、村政務官。 ななかなか見どころがありますね勉強しようとそうなんです、これ、事実を勉強すれば見えてくるんですよ。で、大家さんも勉強していただきたいと。というか、そして鈴木大臣も含めね、要するに私が今言ったこと、ね、日銀読んで聞いてくださいよ。財務省の言ってる説明と日銀の説明はなんで違うかと。で、財務省は理,理屈言ってるんです。 いわゆる私流派経済学に、今私が言った信用創造の理論がないんですよ、これが恐ろしい話なんですよ、私流派経済学の言ってる理論は、預金はね、預金を集めて、集めたお金で貸していると、同じように集めたお金で国債は買ってもらっていると、こういう理論なんです、これが私流派経済学の理論で、財務省が言ってるのはそれなんですよ。 ところが現,実は違うんです現実は無から有を作っている、このことは日銀はじめ、金融に関わっている人間だったらですね、常識中の常識、ところがその常識が財務省の中では通じない、というか通じてしまうと、自分たちが今言ってきたことが、ですねとんでもない嘘話になっちゃうんですよで。彼らはこれで苦しんでるんで、別に私も財務省、嫌いじゃありませんよ、あのかわいい人ばっかりですから。 ですからちゃんとしかし、誤りを正しまらなきゃいけないんで、ぜひ政務三役で、ですね今私が言ったことを、もう一度あの勉強するということで、ちょっとその辺をお願いしたいと思いますが、いかがですか、はいえー、申し合わせの時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いしますそれでは最後に、えー、鈴木財務大臣、はいえー。7年前に頂戴した本をまた探し出して、一度読んでみたいと思います。はい え牧山。